こんにちは、ひろきです。いただきまーす。おー、いい音。あ黒ビールは味わいがありますね。今、12時5分ということで、昼飲みという感じでございます。はい。ということでですね。 あのー、今回は、えー、また知恵袋をお借りしまして、寒いで検索してみました。さて、どんな寒いが出てくるんですかね本当に気温的に寒いのか、気持ちが寒いのか、ねえ、どんなのが出てくるんでしょうか。あと、寒いから何なんだっていう。 ね。そういうのもありますよね。はい。さあ、楽しみにやってまいりま、とは、参りたいと思います。はい。じゃあ、最初に、最初のやつ、早速行ってみます。はい。えー、おきなんちゃらさん。今、寒い時期なのに、スカートの、 制服のスカート丈を短くして、生足のままの女子高生を少なからず見かけます。女子高生の皆さん、寒くありませんか防寒対策をしていますかどうして短くするのですか学校で指導されたらどうしますかえー… 私が女子高生になり代わって答えます。寒くありませんか寒いです。防寒対策をしていますか貼り付ける回路ロを背中に貼ってます。どうして短くするのですかその方が可愛いからです。学校で指導されたらどうしますか そんな指導が入るようなハイレベルの学校には行ってません。はい、以上。<laughs> 偏見入ってますけどね、偏見が。<laughs> 次、ID 非公開さんからの質問です。寒い地域に住んでいるものです。田舎者です。旅行で東京に行ったのですが、 東京の人々はカナダグースやモンクレールとかのダウンを着ていました。他に有名なダウンのブランドってありますか結構風を通すことなく暖かいんですかね知ってるいいブランドがあれば教えてください。えー、ダウンのブランドは まあ、ザ・ノースペースとか、パタゴニアとか、他にも色々ありますけど、僕ちょっと <laughs> すいません。あの、ファッション詳しくないもんで <laughs>、そのぐらいしか知りません。有名なのって言うと。他にも有名なのあると思うんですけどね。はい。結構風を通すことなく暖かいんですかねというご質問ですが、えー、ダウンは、 えー、保温性を高めるものであって風を防風防風するものではないんですよ風を防ぐものではないんですよなのでダウンジャケットの上にまあ例えばゴアテックスとかでできたようなゴアテックスは防水だけじゃなくて防風機能もありますんでゴアテックス素材の、えー、パーカーとかを切るといいと思います ちなみに私はノースフェイスの、あのー、なんか、特別シリーズのやつで、えー、ゴアテックスパーカーのインナーにダウンジャケットが入ってて、ダウンジャケットを外せるっていうやつをいつも着てます、冬は。はい。はい。以上です。次。 え先ほど寒い中で少しだけ重い荷物を3つほど持ったのですが運動不足のせいか胸が苦しい感じの息苦しさがあって今は治ったのですが心配です一時的なものなら大丈夫でしょうかまだ中学生ですが引きこもっていて 本当に外に出てないし、体力もないので心配です。えー、運動不足だと思います。運動しましょう。はい。あの、うーん、寒いんですよね。うん。家の中で踏み台昇降運動とかしてはどうでしょうか。はい。人のこと言えないですけど。はい。はい、次。 y.i.l. なんちゃらさん。暑いとか寒いとか言わない子供、高学年男子です。昔から暑い、寒い、重い、心配、痛いなどを言いません。熱を出してから実は寒かったとか、体を痛めてから実は重かった。 重大な病気が隠れていたのが分かってから前からここが痛かった。かっこ完治しましたがもう少し早く言ってほしかった。なので私からいちいち寒くない重くないなどしつこいくらい聞く日常でなんだか私の気持ちに負担が増えた気がするし本人のためにもなって るののかかかなななってないのかからないわらちょっと日本語は変ですね。はい、どうしたらいいですかね旦那はうるさがってるんだから放っておけと言ってますが私がしつこいせいで病気も発覚したんだしなんだか心配で放っておけません。 言わない子は言わない子でいいんじゃないですかはい。我慢強いんですよ、多分。いちいち言ってくる子と比べてどうですか暑いよ、お母さん、アイス買って。寒いよ、お母さん、北海道もう一個ちょうだい。 お母さん、今、小指の角をタンスにぶつけちゃった。痛い、痛い、痛い、痛い。助けて、助けて。こういう子よりはいいんじゃないですかね。はい。感謝しましょう。子供のこういう特性に。はい。病気の時だけはちゃんと言っといた方がいいですよね。あの、痛いのが続く時だけは早めに言ってね。 じゃないとお父さんお母さんも困っちゃうからはい。次またこれかまた同じような話題かなこれは。あれあれ y a h o アプリが止まああ。え名前がキラピチ。 エレナちゃんラブさん。エリナちゃんまあいいや。とにかくそういうキラキラな名前の方です。はい。よく冬の寒い時期にもかかわらずミニスカートを履いて足を露出している女性がいるじゃないですか。なぜ寒いのを我慢してわざわざそんな格好をするんですか 今日も使用で空港に行ったら、これから旅行行くために搭乗手続きしている20代くらいの女性がミニスカートに足首より上で小さいあ、白い靴下を履いた格好でした。春や秋ならまだしも、真冬にそんな生足を露出なんかして寒くないんですか 帰りも車を運転したら若い女性がミニスカートに足首上の白い靴下を履いた格好をして彼氏らしき男性と歩いているのを目撃しました。そこまでして足を露出したい女性の心理がわかりません。別に美脚というわけでもないし、モデル並みのスタイルでもありません。 まるでグラビアアイドルやレースクイーンの真似事しているようですね。そんなに魅了したいんですかいろいろ、いろいろ質問いただいてますね。はい。寒くないんですかあ、違うか。一個目はなぜ寒いのを我慢してわざわざそんな格好するんですか それが可愛いと思っているからです。はい、生足を露出して。露出なんかして、寒くないんですか。寒いです。そんなに魅了したいんですか。したいんです。そういうもんなんですよ、女性は。 あのー、僕の同居人は170センチあるんですけど、それでもヒールを履きますよ、履く時には。はい。足をきれいに見せるために。そういうものなんですよ。もう、理解しましょう。ね。 そういういものですはい逆もそうでしょ夏だってなんか羽織り物着てるじゃないですか女性あの薄いスケスケのおしゃれなんですよおしゃれでやってるんですよ <laughs> あんな薄いスケスケのやつがだってあんなのだって暑いじゃないですか着てたら。 はい、ベタベタして多分それでも着るんですよねもういちいち突っ込むのやめましょうもう別に目の毒じゃないんでしょだったらいいじゃないですか次 寒い地域のお住まいの方に意見を求めます。ID 非公開さんです。閲覧ありがとうございます。私は関東圏内に住んでいます。私と一緒ですね。まあ関東も広いですけどね。山から海までありますけど。はい、来月、彼氏の実家にある北海道札幌に旅行彼両親に会いに行く予定なのですが、 服装がわかりません。去年の6月に北海道に行く機会があったので、彼氏の意見を聞いた服装で言ったら、皆さんコートを着ていて、私だけ薄手で寒かったです。彼氏は寒さに慣れているのもあり、普通の服装でもへっちゃらでした。寒さに関しては、 彼氏に頼ってはダメだとここで実感しました2月の北海道は一番寒い時期だと聞いています一番暖かいコーデを彼氏に見せたら北海道だとこれじゃダメだねと言われたのでどうしようか焦っていますどういうことかというと 彼曰く、暖かい服装もいいけど、汗かいた状態で外に出たら帰って冷えるから気をつけて、と言われました。いや、具体的にどんな格好がいいんだよ。おすすめのコーデ、ブランドがあれば教えてほしいです。 29歳1 6 3ンチ清楚からかっこいい系統だそうですどんなコーデがいいんですか私女性のコーデあんまり知らないんですけどす少なくとも2月の北海道でトレンチコートじゃ寒いのぐらいは分かりますよけどあのサッカー選手があの アッ,プ中アップする前に着てるようなでっかいダウンジャケットじゃダメなのも分かありますよ。はい。何がいいんですかねお尻丈ぐらいのダウンジャケットとかいいんじゃないですかねそれかダッフルコートはダッフルダッフルはダッフルは風が入ってくるんであの。 ファスナー式のがおすすすめですうーんどうかな汗かいた状態で外に出たらかえって冷えるっていうことはこれは空気と触れるところで汗かいたらですよねだったら どううだろう北海道とかつけて何とかした方がいいのかなちょっとかんないなこれねこういう時のための知恵袋なんですけどね本当北海道のお店に電話かけるわけにもいかないじゃないですか服屋さんにどんな格好したらいいですかってねこういう時のための知恵袋なんですけどねなんかちょっと ちょっと、ちょっとすみませんね、うん。ちょっと、あ言えることは、あの、北海道、室内はあったかいんで、あの、重ね着をするのは必須だと思いますよ。重ねていって、脱いで、こう、脱ぎ着して調節する。 これができるようにしておいた方がいいと思います。はい。これは言えると思います。はい。あー、やっと答えが出た。はい。それでどうぞ。それでどうぞ。はい。次いきます。ちょっとビール持ってきます。 いやー、寒いもいろいろありますねー。はい、次ー。んなんか YouTube のリンクが貼ってあるな。どうしようかな。まあいいや、読みましょう、最初から。日本一寒い北海道の陸別町、陸別町と呼んでいいんですか陸 大陸の陸に別居の別と書いてますが、陸別町の取材を見たのですが、マイナス20度、30度くらいでも、住民の人が素手で顔出しで薄着だったのですが、こんな軽い装備で顔や手を出してても大丈夫なものなんでしょうか。手が壊死し,したり、眼球とかも失明したりしないのでしょうか。 首にマフラーなど何もしない人もいて驚きました。これは何ですかね人種が違うんですかねそれとも慣れですかねあの、ほら、あの、肌もね、夏と冬じゃ人間の肌って変わるじゃないですか毛穴とか。そういうのがある程度あるんですかねどうなんですかね眼球は大丈夫じゃないですかまぶたでこう、 こう涙でこうやってこうやって潤してるんで眼球は大丈夫じゃないですか手が絵師はまあこうやってやってる限りはまだ大丈夫でしょうけどこうやってやってたらやばいでしょうねはい。 ロシアのオイミャコンもマイナス40度とかなのに住民が顔出しで大丈夫なのかと思いました。いや人種が違うんですかね。だって白人とかもうこの辺ぐらいからヒゲ生えますもんね。ほっといたら。はい。 まあ、じゃあ、そろそろ回答に入りたいと思います。あなたは重装備をしてください。<laughs> はい。あなたは重装備をしましょう。はい。顔は出ててもいいですけど、なんかこの辺にふわふわがついてるコートあるじゃないですか。こうやって。フードこうやってやったら、この辺が毛皮、みたいなやつあるじゃないですか。毛皮じゃない。毛。 動物の毛みたいなのがあるじゃないですか。ああいうやつ被りましょう。で、ここを全部一気にここまで、ここまで締めましょう。はい。でも、ここしか、ここしか開いてないみたいな。ここしか開いてない。はい。それで行きましょう。で、なんだったらマスクまでしてしまいましょう。はい。それでどうでしょうか。はい。責任を持てませんが。はい。 次、ID 非公開さん。朝、寒いとスクーターのエンジンがかかりません。何かいい方法はないでしょうかちなみに、バッテリーは3日前に国産メーカーのものに変えました。プラグとエンジンオイルは2週間前に取り替えています。エアフィルターは半年も使っていません。ん何ですかこれは。クレの フュエルシステム、あ、フュエルシステム、添加剤も入れてみました。なのに、寒い朝、キュルキュル言うだけでかかりません。気温の上がった日中はかかります。はい。可能性としては、そのスクーターは、 そんなもんだ、という可能性があります <laughs>。もう一つは、もう一つは、あの、バイク屋さんに行って聞いてみましょう <laughs>。なんか見落としないっすかって。はい。そしたら何か教えてくれるかもしれません。すいません。ちょっと僕バイク詳しくないもんで、何も答えられなくてごめんなさい。はい。 はい、次。ID 非公開さん。最近寒いせいか、指先がすごく冷たいことが多いです。指の第一関節から下の部分は暖かいのですが、あ、それよりも上の指先にかけての部分が冷たいです。 これって何が考えられますか足も同様に指先が冷たいです。冷え症ってやつですかね。本当に指先だけ冷たくて変な感じです。はい。先端冷え症だと思いますよ。医者じゃないんで断言はできないですけど、先端冷え症だと思います。はい。 何がいいのかななんか、絆創膏型の北海道とかないですかね <laughs> あったらいいと思うんですけど、僕。売れると思うんですけど。売れないですかねそこまでしてやんないですか指先、先端冷え症の人。っていうか、そんなんじゃ足りないですかねはい。先端冷え症だと思います。あの、生姜湯飲みましょう、生姜湯。はい。次。 沖なんちゃらさんまたこれかかなり寒いですが制服のスカートが短くて生足を出している女子高生がたくさんいます寒くないですかタイツやストッキングを履かないのはなぜですかはい 私が代わりに答えましょう。自分の生足が今人生で一番綺麗だと思っているからです。隠せないんです。もう見せびらかしたいんです。ほーら、女子大生。ほーら、女子社会人。 こんな綺麗な生足見せらんねえだろう、お前ら。ということですよ。はい。そういうことです。今だけだから今やるのタイツやストッキングを履かないのはなぜですかダサいからです。そんなことやってる人周りにいないからです。 だと僕は思ってるんですけどね。どうですかね皆さん、どう思います僕、クラブとか行ったら、ちょっと寒いエリアがあったとしても半袖ですよ。半袖で過ごしてますよ。ロッカーに全部上着入れて。冬でも。はい。中あったかいんで、はい。 ちょっと寒いところがあっても我慢しますよ。はい。この T シャツ姿が、ダボダボの T シャツ姿、ダボダボまでいかないですけど、ゆったりとしたゆるめの T シャツ姿が、なんか踊りやすいみたいな感じで。はい。そんな感じですね。そういうのってなんかないっすか こういう時はこういう服装がいいよねみたいなあるじゃないですかオペラ見に行く時にはこうだよねとかっていうのと一緒ではいそういうことですよ女子高生はそれを毎日やってるだけですはい 許してあげましょうよ、もう。それで風邪ひいたって本人の責任なんですから。なんかやってると思いますよ、多分。クリーム塗ったりとかして、防寒対策。はい。知らないですけど。<laughs> まあ、クリーム塗るでしょ全身に多分女子高生ははいお風呂上がりははい僕だって足に塗ってるんですからあのすねの方だけ乾燥対策ではい女子だってやってますよ外気に触れるところのお手入れぐらい もうていうかこんなの人のことなんですから気にするのでやめましょうよ。ねはい。以上になります。ほんと無駄な質問が多かったな。女子高生の質問が。何なんだ、これは。女子高生に興味があるんでしょう多分、あなたたち。 なんだかんだ言ってこうやってなんでだろうねとかよくないんじゃないのとかそういうふうに批判的な口調でけど興味を持ってるんでしょあなたたち多分もう気持ち悪い本当フ <laughs> つけてどうする <laughs> はい では以上でございます。はい、ということで、えー、っと、ヤフー知恵袋で寒いを検索してみた結果でした。またね、面白い検索ワードがあったらやろうと思ってます。なんかこれでやってよとかっていうのがあったら教えてください。コメント残してください。 はい。あと、いいね、よろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。それじゃあ、また別の機会にお会いしましょう。さよなら。